ウクレレフラメンコトシです。今回も始まりましたウクレレフラメンコのお時間でございます。まあ、僕はフラメンコギタリストとして活動しているんですが、そんなフラメンコギタリストがウクレレを持ってスパニッシュな奏法を使いながらフラメンコ音楽を紹介するという動画でございます。これまでいろんなフラメンコの曲種と呼ばれる曲の種類を紹介いたしました。この曲種を覚えるとフラメンコの世界がぐーっと楽しくなりますので、ぜひ楽しみながら取り組んでいただけると嬉しいです。それでは今回も引き続き12拍子系の曲種をご紹介いたします。今回お届けする曲種はソレアです。フラメンコやってる人はですね、わかると思うんですが、これがですね、まあまあ、難しいリズムなんですね。基本的には、ゆっくりの12拍子です。以前やったティエントやタンゴスと同じように、ミの戦法と呼ばれる、いかにもフラメンコと感じさせるコードが出てくるんですが、前に出てきたのは、A と B フラットのミの戦法でした。このソレアで使われるのが、E と F です。E と F といえばファンダンゴスティベルバでもやりましたね。それのコードがかなり出てまいりますので、ちょっと思い出しながらソレアを弾いてみたいと思います。それではソレアをギターで弾くとこんな感じです。いかがでしょうか。ちょっとね、リズムがちょっとよくわからないので解説したいと思います。ゆっくりの12拍なので、まず出だし、基本的なコンパスが Am から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、これで1コンパスなんです。よくわかりませんね。もう一度やってみましょう。今弾いたソレアを今度はウクレレで弾いてみたいと思います。出てくるコード1個ずつ確認します。まず最初は Am です。 Am が前にファルーカとかタンゴデマラガで出てきましたね。これ1本ですね。Am。 そして次が G のコードです。 G はガロティンで出てきましたね。この弾き方でした。その次は F のコードですね。 F はファルーカの時にも出てきましたね。こんな感じです。この2本の指です。4弦の2フレット目、中指、2弦の1フレット目が人差し指でした。はい。そして最後は E のコードです。E もファンダンゴデュエルバで出てきましたね。ファンダンゴデュエルバの時、通常 E はこのように押さえるんですが、ちょっとこれだと大変なので、こんな弾き方もやってみたんですよね。人差し指が4弦の1フレット目、小指が3弦の4フレット目、そして中指が1弦の2フレット目、小指余裕があれば5フレット目でもいっても OK。 こっちの方がフラメンコらしいですよね。はい、この4つのコードですね。じゃあこれを何も考えずにとりあえず右手混ぜてみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、お、なるほど。最後の10、
11、12で締めのリズムというのをねちょっと弾いてみたいんですよね。ギターではこんな感じでした。はい、今弾いたこの10、11、12拍目をねやりたいんだけど、なんかね合わないな。ソレアってかなりね深い、フラメンコの中でもね母と呼ばれるぐらいの、とても深い曲種なので、ウクレレでやるとまたイメージが変わってくるので、ちょっと頭はね、ガチャンと切り替えなきゃいけないなとは思うんですが、まあとりあえず、まず最初に4弦と1弦を同時に弾きます。親指が4弦、そして薬指が1弦、そしてその後にアルペジオで人差し指3弦、中指2弦、薬指1弦でちょっとずらして弾く。トロン。1回弾いてからタンタラ、そして親指で4、3、2弦、1弦同時。これで3拍。1、2、3。これですね。じゃあこれでやってみます。もう一回頭から。1。なんとなくできてきました。ソレアの弾き方はちょっとなかなか難しいんですが、まあ、今回はまずは紹介動画ですので、詳しい解説はまたねおいおい撮っていこうかと思いますので、まずは雰囲気をつかんでいただければと思います。それでは続いては締めのリズムにも挑戦してみたいと思います。締めのリズムっていうのを弾くことで、フラメンコのダンサーがぴったりと止まったりとか、ギターでリズムを止めたり締めたりすることができるんですね。なので基本的なコンパスと締めのコンパスをセットで覚えることをお勧めしています。ギターではこんな感じでした。では締めのコンパスは E から始まって、で G から半音ずつ探したいんですよね。 G が、おーいいね、で F か、あ、かっこいいかっこいい、なるほど。 G から F、 こうですね。おーな、かっこいいですねこれね。G を押さえてこれを一つ左にずらす、そして F、本当はねもう一個そのままギターだったらねずらせられるんだけど、まあちょっと指使い書いてですね。で最後は E、これねまあ中指ない方がね押さえやすいので、まああってもなくても、あ、なしにしようかな、ではちょっとつなげてみますね。頭からやると、できた。おー、クレレでもそれやって弾けるもんですね。ではいよいよ今回の動画のまとめです。基本的なコンパスと締めのコンパスを続けて弾いてみます。今回お届けしましたウクレレフラメンコソレア、一つずつ曲種を覚えてフラメンコを楽しんでいただければ嬉しいです。フラメンコらしいコードやフラメンコらしい弾き方をどん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 使っていって、あなたのウクレレライフをエンジョイしていただければ嬉しいです。それでは今回は以上です。また他の動画でお会いしましょう。それではオレーアロハー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。